私人妻よ。連れはいらないっていうこと。幸せかどうあまり利口じゃないわね。でもそういうの好きよ。公用しゃべりで効き目あるわけ。私遅れてるのか。だでしょ、夫がいるのよ。週末だけ帰ってくるの。この町そんなに小さい。私体温が高いの。38度ぐらい。エンジンがどうかしてるんでしょ。時々ね、私もううんざりして何もかもどうでもよくなっちゃうのよ。こんな気分わかる。お金も頭もないわ。奨学金もらってるわ、体操で。でも体が大きくなりすぎちゃったの。ここと同じで大きくなると動きが遅くなるの。跳躍や回転が前みたいに身軽にできないのよ。偶然そこへ出たんです。ルドパラディスにバカラの工場やショールームがある通りですわ。結婚前はもちろんそんなこと知りませんでした。私の母はスーパー専門で 2,3 週間で縁のかける花模様のついたグラスを買ってました。うちの父の小言を引き継いだの。私には主婦より探偵の方が性に合ってるんです。まあかけてないで、あなたも一緒に探して。記者根性抜きで同情してるふりもできないっていうの。アールスマイセ、この件から手を引けって。なんでみんなああしろこうしろって言うの。探偵の心得その1、疑わしい時は様子を見ろ。ブンブンがあの子を預けたのには訳があるはずよ。ママって言葉だけでビクッとするし、ほっとけない。それに二人のおじさんにしたってとても信用できそうにないわ。ああ、ベッドが回ってる。主よ、強に感謝いたします。アーメン。ラックス、何か羽織りなさい。どうぞお引き取りください。あら大変、すっかり遅くなっちゃって。あなた燃やしなさい。ラックス、枯れ木だって証拠は。だいたいうちの庭で何をしようと娘たちの勝手なんじゃないかしら。しつけができない。そんな犬はいない。みんな学びたいの。こっちへいらっしゃい。いい子だこと。本当によくできた子だわ。しつけにはご両親の強い意志が必要よ。こちらがトレーナーになる。犬の主人は一人。普段の生活で主導権を握っているのはお二人のうちどちら。じゃあいいですか。お座り。この子は典型的な例で、愚かにも自分が家庭の長だと思い込むような誤った育てられ方をされてしまった犬です。犬として決して幸せになれません。